誕生日を祝いに来てくれたのか。相変わらずお前は恐れを知らないな。多くの者は僕を恐れて声すらかけてこないというのに、茨の谷の民が目にしたら仰天しそうだ。別に咎めてはいない。変わった人間だと改めて実感しただけだ。